伊勢農業共同組合飛ば支店前にある、カモ牛の増加モ牛は、三重県飛ば市のカモ地区で飼育されている肉牛及びその牛肉。品種は、ホルスタインである。かつては、複数の農家がカモ牛を飼育していたが、現在では、木田牧場のみとなっている。飛ば市は、地域の大半は産地であり、市の南西部に位置するカモ地区では、 父牛であるホルスタインのお牛を肉牛として飼育している。過去には和牛も飼育していた。1997年時点では、鴨地区の岩倉町や松尾町でも飼育されていた。しかし現在は、河内町で約2000頭の牛を飼育する、木田牧場が唯一の鴨牛飼育農家となっている。 日田牧場は、約200頭の牛を飼い、夫婦で牧場を経営している。現在の経営者は会社勤めの後に、アメリカ合衆国にて2年の研修を受け、父から牧場を引き継いだ。牧場は、牛の飼育に適した山深くに立地する。牛舎は、風通しの良い開放型で、西日が入り込まない地形のところに立ち、冬でも日中は、扇風機を回している。 牛舎の床には、おがくず、もみ殻、木皮を混合したものを敷き詰めている。古くなったおがくずなどは、牛糞と共におよそ8ヶ月発酵させ、肥料にする。現在の鳥羽市地区では1910年時点で95個の農家が牛を飼育し、1920年には124頭の牛を飼っていたが、戦前の牛の飼育は、水田耕作が目的であった。 そして、1950年頃になると、鴨モ地区に、父牛が持ち込まれ、牛乳の処理所が設置されたほか、1954年には、家畜人工受精所が開設された。1954年時点は11個が17頭の、父牛を、飼育。1963年には36個56頭まで、拡大した。しかしながら、鴨モ地区の乳牛飼育は、 次第に衰退、肉牛飼育へ転換し、平成初期頃には銭湯の牛が、河内町、岩倉町、松尾町、白木町で飼われるようになる。飼育農家らは、鴨ビーフ生産協議会を立ち上げ、10人が加入していたが、鴨牛飼育農家は徐々に減っていき、2006年時点で2個と、なり、2010年には、木田牧場のみとなった。 2011年1月25日には、全国学校給食週間に合わせて、鴨牛を使ったビーフシチューが、鳥羽市内の小中学校10校の学校給食で提供された。鴨牛の飼育を行う木田牧場では、北海道中川郡池田町から生後約6ヶ月の子牛を仕入れ、飼育する。この時の牛の重量はおよそ3 0 0ラムである。 ここからカモで14ヶ月間育てられる。生活共同組合では、飼育農家と購入者である、生協組合員とが、直接的に交流している。資料には、全国農業共同組合連合会の、独自ブランドのものを使っており、牧草や藁、藁アルファルファ、岩塩も与えている。資料は、抗生物質やホルモン剤、 肉骨粉を一切含まず、無理に太らせるような使用法は取らない。この方法により、油っぽくなく、牛肉本来の味のする牛肉になる。飼料は、牛の成長に合わせて、コンピュータで、自動的に、1日4回与える。牧草や藁は朝夕2回で作業で与え、牛の健康状態の確認を行う。 特に北海道からやってきたばかりの子牛には最新の注意が払われる。飲料水は山の湧き水を使い、牛が顎でレバーを押すと出るようになっている。出荷する頃には牛の体重は7 0 0ラムから8 0 0ラムまでに成長する。飼育農家の木出しによれば、俵のような形をした牛が良いという。鴨地区で飼育され出荷の時を迎えた。 鴨牛は、松坂食肉センターに運ばれ、価格が決定される。この際腎臓を検査し、抗生物質の残留がないか調べられる。その後、四日市食肉センターに送られて食肉に切り分けられ、生活共同組合と伊勢農業、共同組合飛ばし店を通して販売される。鳥羽市内では、鳥羽一番街にある洋食店、グランブルーが、とバーガーの一つとして、 カモ牛を使ったビーフポーケグバーガーを販売するほか、大札町の宿泊施設、リゾートヒルズ豊浜がカモ牛のステーキを提供している。三重県の銘柄牛。ありがとうございます。